ユインっていう UIN って書いてユインっていうあのビートメーカーとずっと作ってますね。毎日夜11時ぐらいから朝5時ぐらいまで電話してなんか毎日やってますね。でファーストシングルのピリオドもそうですし、あの次出すシングルも EP も彼と一緒にやる予定です。えい、うわ、なんかおめかししとるやん。おめかしするやろ。おい、服なんか着とるな。それは今日の朝5時ぶりやな。そうやな、だいたいその時間までいつもや。そう、今日も朝5時まで電話してたんですよ。あれな、新しいやつね。そうそう、知り合ってでもそんな経ってないよ。数ヶ月、4ヶ月とか。うん、だってピリオド作った時がマジでそん時ぐらいじゃん、本当に。でそっからも毎日本当何かしらビートを作ってくれたりとか、本当夜11時ぐらいに電話して、そのもうその日それから3時間で2個ビート作るみたいな感じ。電話越しでね。で俺は最初に知った時の、うん、ああ聞いたことない俺。知り合いのシンガーのティオくんって子がいて、ティオくんがマジやばいやついるからちょっと聞いてってサンクラのやつ送ってきて、ラップスターのサイファーが出て超かっけーみたいになって、でそこでティオくんが3人で電話しようみたいな言ってくれて、そこだよね多分最初は。あそこやな最初は。本当だから、うん、いつ11月やんな。あ、待って、俺誕生日だったわ。10月11だ。あ、10月11電話したし誕生日だった。そうで、スカイくんが電話終わった後に50セントのインダクラブ送ってきてハッバー It's your birthday It's your birthday バースデーソングやつ、バースデーソングやつって。あ、送った記憶あるわ。そうやったな。3ヶ月ぐらいか。ありえんな。そんな感じは全くせんな。うん、もう一緒に住んでる感覚やもんな。ユインはビートもう4年ぐらい作ってたんですけど、なんか全然リリースしてなくて。そう。でもスキルはめちゃくちゃあって、めちゃくちゃ個性的だし、尖ったことをやろうとする姿勢がもうすごい好きで、しかも、聴いてる音楽もやっぱ豊富にあるし、なんかそこに信憑性がやっぱあるというか、ちゃんと尖れてるっていうのがめちゃくちゃかっこいい。おしゃれ系の曲もいけるし、なんかロックなのもいけるし、そう、ね、なんか何でもやっちゃうんですよね。そこら辺もスカイ君と、スカイ君 もう何でもやるし、どのスタイルもできるから、だからどんなビート作っても大体やべえバース書いてくれるから、なんかこっちも作りがいがあるっていう。2022年はスカイ君とアルバムなり EP 出してもラップシーンを変えるぐらいのやつ出したいよね。出したいね、バッチリ。うん、うん、それが目標。マジで俺も同じ気持ちなんで、マジで。Smoking that tall 甘酸っぱい好きに着ジンジャーの香り Stay on the fume but I'll doubt it's you 不意にどんどん叩くビコー追いかけるかこのフレーム Taste of fake cake but I can't do Lift the glass and end all 恋が出る笑みも面倒かすかに香る不意の結晶まだ証拠くない過去 I'm talking about levels double standards 両手に咲く花花からガラガキの場所に切れとる I stand when I land in the papers Pressure the ball for some papers Yeah I stand my potential Cross the bottle Licking feast with the nectar本格的にもう俺やべヒップホップマジやべえと思ったのはもう高1の時にもう韓国ヒップホップに出会った時に賞味ざまにっていうあの韓国のラップスターみたいな番組のシーズン3を見た時にもう本当に食らってこれはやばいみたいな。リラマーズっていうアーティストがいるんですけど、彼はもうバイオリン特待でカナダの大学に入学してるぐらいバイオリンすごい上手いんですけど、そこでもうラップをしてなんかラッパーになって、でもラッパーの枠にとどまらずにそのバイオリン
も使った楽曲とかもしっかり出すし、普通にバイオリニストとしても活躍してるし、ヒップホップの枠にとらわれていないっていうその音楽性がすごい好きで、リラマーズは好きですね。アーティスト像で言うとやっぱ J パークがすごい好きで、 J パークだからそのアーティストを超えて今のシーンをこう作った立役者だし、このシーンとこのシーンを掛け合わせて新しい価値を生み出すみたいな、そういうのがすごい優れてたんで、アントレプレナー的目線で好きですね。でマジでやばいなこいつみたいな、もうこいつすげえなと思ったのはタイラー・ザ・クリエイターですよ、ね、もうザ・クリエイターですよね。ゴーフウェインっていうブランドもやってるし、なんかそういう自分が持つ自分だけの世界観っていうのをなんかある一つの媒体に、ね、特化せずに、いろんなこう手段で世界を出していくっていう姿勢がすごい好きで、それをこう義務としてやってなくて好きだからやってるっていうのが見てわかるんで、いやこいつはもうマジでアーティストやなっていう、自分が真似できないようなアーティストがもうとりあえず好きなんですけど、僕って結構すごい昔からモノマネとかなんかすごい真似するのがすごいなんか人よりちょっと上手くてなんですけど、自分が明らかに真似できないものに出会った時にこんなに感動するんだって思ったのはタイラーが初めてでしたね。楽しんでいきましょう。Let's go, Lee. Yeah! Woo!ちょっと待った誰のせいでも COVID-19 マスクは総裁アブノーマル君総裁 What you gonna do? Now what you gonna do? When なりぞただ元気を知るまだ聞けも I'm a computer の再来誰これまたニュースの一面同じ政治家リスペク関心は試験の方向先霞が関へ Whoa! Twitter Surfing わらわら誰かに石投げやり投げやざ笑う裏返びだける画面の奥を OK Say we can do it like Obama やったらいいじゃんこのまま Cry like baby ask your mama。 あの高校の時ぐらいからですかね、高校1年生か2年生ぐらいの時から全然学校とかは違うんですけど、お互い隣の高校でみたいな。で、まあ、僕も具体的な出会い方は覚えてないんですけど、共通の友人を介してその音楽集まりみたいなので集まったのが多分きっかけで、それこそちょっと遊びですけど路上ライブとかをやってた時期があって、それで僕があのビートボックスして、でスカイとか他の友達が歌ってみたいなのが始まりだと思います。ジャスティン・ビーバーとかワンダイレクションとか当時は路上で駅の地下で歌ってました。いや本当に僕はずっと上手いなって思ってたんですよ、その友達関係の中でずっと上手いなって思ってる部分はあって、でもそれって僕の個人的な感想かなっていうような気はしてたんですけど、今回ラップスターに出場して、まあ、世間の目を浴びてみんな本当にすごい評価高い感じだったんで、僕としてはあ間違ってなかったんだなっていう感じではあったんですけど、まあそのラッパーとしてのやっぱ存在感が独特っていうようなことを僕もラップスターのあの V の中で言ったと思うんですけど、それについてもちょっと考えてて、そうした時に多分スカイってまあ今ラッパーですけど、スカイイコールラッパーではないんだろうなっていうのが僕が最近考えてることで、っていうのも彼ずっと表現活動とかそのクリエイティビティなそのクリエーション活動みたいなのってずっと人生の中でやってきてたはずなんですよ。その、まあ、まあ論文だったりもそうですし、まあいろんな多分映像を作るとかいろんなものに興味があって、そういった活動をずっとやってきてた中で、たまたま今その表現手段の一つとしてラップっていうものを使ってるっていうのが現状のスカイだと思ってて、そういう意味で言うとやっぱ軸はずっとスカイなんですよね、何をしてても。だから多分独特だなって思うところもあるし、そういう意味で言うと、まあ、新人ですけど、まあ、クリエーションみたいな表現活動で言うと結構ベテランって言ってもいいぐらいの、まあ、キャリアがあるのかなっていうふうには思ってますね。一番になるために誰に lean on believing ties on me 蹴りの人このが whistle Who the fuck is done me and homie He told me I got future on me I said it's beyond me 刈り込みはこめかみより真の中心 Dream or deal sounds good to me Make the fresh dicks That's sick soldier But the soldier love the kissing My move Bitch lag My move Bitch lag
move. A, B, C, Alpha, Bambi, S, K, double A, I, poet, or don't look at me. Look at me, I believe you wander up on a palm to the Atlantic. What the fuck is going on? Jenga last best for me. I be leaning in the sofa, I love it. My sanctuary. Hit that chemist, though, ask me the great y'all to the beast. R and a B, now it's hard to be comfy. Stay cool, swimming sunny mermaid. But I guess it's true. Standing at the point where you hear lullaby, gave myself an undercover. 秘密のまじない人のせいにしない首の紐ほどこう。指先転がし日をまたぐ毎日首足つかまれるような頭の中で歌を歌おう Stay cool Swimming sunny mermaid But I guess it's true Period よっよっどうこれからスカイ君が進化していくのかなっていう。ああ、そうですね。めちゃくちゃ気になりますね。なんかそのこれまではなんか音楽をせずに培ってきたものを音楽にするっていうのがテーマになってますけど、これからも音楽活動を通して培ったものをどうなんか芸術にするかみたいな、なんか第二テーマになると思うんですよ。なんかそれが楽しみ、自分としても楽しみだし、これからも予想もつかない。ことになると思うから、すごい面白いことになると思いますよ。自分としてはもう4月からはちょっと東京に拠点を移して本格的に音楽に狂う人生を送ろうと思ってるんですけど、その自分が一緒にビートを作ってるそのユインも新潟なので東京から近いということでよく会えるし、だからそういう意味ではすごい制作に本腰を入れた生活になるんじゃないかなと思います。音楽もまあアートの形態の一つなんですけど、音楽以外でも絵だったり絵画だったりとか、あの映画とかあると思うし、なんかそういったのにもまあチャレンジをしたいし、なんかその芸術全体に対して何か貢献したいというか、自分作っていきたいっていう気持ちがあるので、この先5年、3年から5年ぐらいの間でやりたいと思っています、ね、なんかもっと先何かあるんじゃないかと思わせる何かをもうずっと出し続けたいっていうか、実際にあるし、多分2024年ぐらいまでには映画を出したいです、ね、なんかその自分の楽曲とかをだけを使う映画